第341回5月7日金曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ローマの信徒への手紙5章5節。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神が苦難を通して与えてくださる希望は揺るぎないものです。イエスは最大の苦難である十字架にかけられ、死んでよみがえることにより、揺るぎない最高の希望を与えてくださいました。人生の苦難の中でイエスを見上げて歩むときに、忍耐が与えられ、主に似たものとされる恵みを受けます。苦難は希望の入り口であり、決して無駄になることはありません。ローマの信徒への手紙8章28節。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。苦難の中にもあふれる神の愛は注がれています。苦難の中でもイエスを見上げて従い、神の愛が注がれていることを経験したいと思います。共に祈りましょう。今日の祈り。1、コロナが一刻も早く収束しますように。2、感染者が癒され、医療従事者が守られますように。3、仕事や生活上の困難にある人々が支えられますように。天の父なる神様、私たちに愛を豊かに注いでいてくださりありがとうございます。たとえ私たちの地上での日々に苦しいことがあったとしても、なおあなたは私たちに愛を注ぎ希望を与えてくださるというお約束を心から感謝いたします。今世界中がコロナの感染症のために大きな苦しみの中にあります。一刻も早く収束しますように。感染された方々が癒され元気になられますように。そのために働いていてくださる医療従事者が守られますようにお願いをいたします。またこの問題のためにたくさんの困難をお仕事や生活上に感じている方々があります。神様、どうぞ一人一人に必要な助けを与え、あなたから来る希望を与えてくださいますように。救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。